それでは清水さん、はい、大宮のフォーメーションお願いします。おそらくこういう立ち位置にはなると思います。芝山ヒルパス、ここに木村、あいい予測、大橋、川田がキープします。下げて田代、田代が芝山を使う、芝山体を入れた、カノ奪ってヘディングシュート、13分、大宮アルディージャ先制。いや見事なゴール。あそして矢島ですね、矢島が大丈夫でしょうかね。リプレイです。ここね小野がよく粘ったんですよね。そしてそのこぼれたところに芝山のクロスからっていう場面でしたけど、ここよく粘りましたよね。あとはなんといってもこの芝山のクロスの質、クオリティが素晴らしかったですし、矢島もねここおそらくゴールキーパーだったりディフェンスが見えて恐怖心もあったと思うんですけど、よく勇気を、芝山ファーサイドへヘディングシュート、田代のヘッド、マーキック48番の芝山、芝山が同じようなボールだ、そして田代、いや同じ映像を見ているかのようなシーンでした。本当に今日が今シーズン初先発。さあ芝山だ、オフサイドありません。小島が抜け出す、中を確認してクロス、低いボールだ、菅野のクロス逆サイドまで行った、徳本、徳本一人かわせる、徳本、チアゴ、ヨルディバイスのシュートは正面、あっとこれ出る、どうだ、南がブロック、押し込めないか、押し込めないか、まだある、ゴール前を横切った、攻めたのが20番の川本でしたけれども、さあまだあります。クロスが入ってヘディングは田代、ヘディングシュート、ポスト、田代クリア、最後は山田、南に代わって入ったゴールキーパーの上田のファーストプレーです。さあここは川本が行く、川本、川本のシュート、上田が止めた。フィールドプレーヤーの選手を、はい、このゴールキーパーのトレーニングをこうやらせるというようなことって普段ないじゃないですか。ないですね。でさらには監督としてじゃあそうなった場合にじゃあフィールドプレーヤー誰をっていう想定もなかなかできないと思うんですよね。いや、その想定は間違いなくしてないと思います。ですよね、はい、さあここで31番上田のユニフォームを着用して栗本がゴールキーパーのポジションに入ります。大宮アルディージャのサポーターが陣取るゴール裏のスタンドのその目の前で栗本がゴールキーパーとしてこの後プレーします。フィールドの選手が J リーグデビューでその J リーグデビュー戦にゴールキーパーも経験するなんてことは多分この先もあまり出てこないと思います。いや、ないと思いますよね、はい、さあここはゴールキーパーの栗本がキャッチします。さあここは三角裏を狙う、ここには中野、前から小島がボールを奪った、小島間を通す、三角、そして中野、中野が折り返していく、もう早いですね。そうですね、はい、柴山さあ抜け出す、そしてゴール前には27番の中野誠也がいる。中野へのボールはさすがの三角もちょっと疲れましたね。さあ早いタイミングでゴール前のボール、いいボールが入った。セカンドボールはムークのシュート、こう少し相手を気遣うような多分言葉を下田監督にかけたのではないでしょうか。